リエハタとナンバーアンダーライン愛の関係に暗雲。ファンの間で飛び交う噂の真相とは世界的ダンサーリエハタとナンバーアンダーライン愛の契約に異変。一部ファンが騒然とする理由とは ?2024 年初夏、エンターテインメント業界における注目の話題の一つとして、世界的に有名なダンサー兼振付師であるリエハタと、 人気アイドルグループナンバーアンダーラインアイとの契約が大きな関心を集めている。リエハタの存在がなければ、現在のナンバーアンダーラインアイは存在しなかったかもしれないという見方もあるほど、彼女の影響力は絶大である。しかし、ここ最近、彼女とナンバーアンダーラインアイの関係に関するニュースが一部のファンの間で騒がれ、その影響について様々な意見が飛び交っている。リエハタは、 日本のダンスシーンのみならず、世界中でその才能を認められている。彼女が振り付けを手掛けた楽曲は、どれも高い評価を受けており、その代表的な例として、ゴートが挙げられる。この楽曲は、彼女の独創的で力強い振り付けによって完璧な作品となり、世界中から高い評価を得ている。彼女の振り付けがなければ、この楽曲がここまで成功することはなかっただろうと。 多くのファンは感謝の意を示している。しかし、最近の SNS 上での一部の批判的なコメントは、リエハタとナンバーアンダーラインアイの関係に暗い影を落としている。その背景には、リエハタがナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔とのコラボレーションにおいて特別な雰囲気を醸し出しているというファン心理が関与している。一般人から見ると、これらの批判は異様であり、 恐ろしいとさえ感じることがある。だが、熱心なファンであればあるほど、自分の推しが他の人と絡むことに対する過剰な反応が生まれるのかもしれない。リエハタ自身もまた、日本が世界に誇るべき人物であり、その才能と努力によって多くの人々に影響を与えてきた。ファンとして、推しの存在が自分を貶めるのではなく、むしろ視野を広げ、成長のきっかけとなるべきだと考えるべきだろう。 そのような前向きな姿勢が、アーティスト自身にも喜ばれるに違いない。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちも、リエハタとのコラボレーションを心から楽しんでいる様子が、うかがえる。彼らのダンススキルは、リエハタの指導によってさらに磨かれ、世界中のファンを魅了している。特に、月読みや一番のような楽曲は、彼女の振り付けによって神がかったダンスパフォーマンスを披露し、 多くの人々を魅了している。リエハタの影響力は、ナンバーアンダーライン愛が世界的に注目されるきっかけとなったと言っても過言ではない。彼女が彼らに対して一貫して支援を続けていることは、多くのファンから感謝されている。一部のアンチによる批判に対しても、彼女の貢献を認め、感謝の意を示す声が多い。しかし、SNS 上での誹謗中傷は、 リエハタにとってもナンバーアンダーラインアイにとっても大きな問題となっている。彼女に対する批判は一部のファンの誤解や過剰な反応から生じていることが多いが、それでも彼女の貢献を無視することはできない。リエハタがナンバーアンダーラインアイに対してどれほどの影響を与えてきたかを理解し、彼女の努力を尊重することが求められている。これまでリエハタが手掛けた振り付けは、 ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを格段に引き上げてきた。そのため、ファンとしては彼女が再びナンバーアンダーラインアイと協力し、さらなる素晴らしいパフォーマンスを生み出すことを期待している。リエハタの振り付けがなければ、現在のナンバーアンダーラインアイの成功はありえなかったという声も多く聞かれる。リエハタの存在がナンバーアンダーラインアイにとってどれほど重要であるかを理解するためには、 彼女がこれまでに手掛けた作品やその影響について知ることが重要だ。彼女の振り付けによって生まれたダンスパフォーマンスは単なるエンターテインメントにとどまらず、多くの人々に感動を与え、影響を与えてきた。例えば、ゴートの振り付けは、リエハタの独創性とダンススキルが最大限に発揮された作品であり、その完成度の高さは世界中のダンスファンから絶賛されている。 この楽曲が成功した背景には、彼女の努力と才能が大きく寄与していることは言うまでもない。また、彼女の振り付けは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちにとっても大きな成長のきっかけとなっている。彼らがリエハタの指導の下で磨かれたダンススキルは、彼ら自身の自信とパフォーマンスの質を大きく向上させている。彼女とのコラボレーションによって生まれた新たな楽曲やパフォーマンスは、 今後も多くのファンを魅了し続けることだろう。しかし、一部のファンによる批判や誹謗中傷が、リエハタとナンバーアンダーラインアイの関係に悪影響を与えることは避けなければならない。彼女の貢献を理解し、感謝の意を示すことが重要であり、それが彼らのさらなる成功につながるだろう。このような状況の中で、リエハタとナンバーアンダーラインアイの今後の関係がどのように展開していくのか。 多くのファンが注目している。彼女が再びナンバーアンダーライン愛と協力し、さらなる素晴らしい作品を生み出すことを期待している声が多い一方で、一部のファンによる批判が続く限り、その実現は難しいかもしれない。リエハタとナンバーアンダーライン愛の関係は、単なるビジネスの関係を超えた、深い信頼と尊敬の絆によって支えられている。その絆を守り、彼女の貢献を尊重することが、 彼らのさらなる成功にとって不可欠であることは言うまでもない。このような状況を踏まえ、ファンとしては彼女の貢献を認め、感謝の意を示すことが重要である。また、SNS 上での誹謗中傷を避け、建設的な意見を交わすことが、彼らのさらなる成功につながるだろう。最後に、リエハタとナンバーアンダーライン愛の関係についての議論は、今後も続くだろう。しかし、 彼女の貢献を認め、感謝の意を示すことが、彼らのさらなる成功にとって不可欠であることを忘れてはならない。彼女とのコラボレーションによって生まれる新たな楽曲やパフォーマンスが、多くのファンにとってどれほど大きな意味を持つかを理解し、その重要性を認識することが求められている。これからも、リエハタとナンバーアンダーライン愛の関係が続き、さらなる素晴らしい作品が生まれることを期待してやまない。 彼女の才能と努力が彼らのパフォーマンスを一層輝かせ多くの人々に感動を与えることを願っている。そしてファンとしてもその努力を支え感謝の意を示すことが彼らの成功につながるだろう。このような視点からビエハタとナンバーアンダーライン愛の関係についての議論は今後も多くのファンにとって重要なテーマであり続けるだろう。彼らのさらなる成功を願い彼女の貢献を認め 感謝の意を示すことが求められている。彼女とのコラボレーションによって生まれる新たな楽曲やパフォーマンスが多くのファンにとってどれほど大きな意味を持つかを理解し、その重要性を認識することが必要である。これからも、リエハタとナンバーアンダーライン愛の関係が続き、さらなる素晴らしい作品が生まれることを期待してやまない。彼女の才能と努力が、彼らのパフォーマンスを一層輝かせ、 多くの人々に感動を与えることを願っている。そして、ファンとしてもその努力を支え、感謝の意を示すことが、彼らの成功につながるだろう。このような視点から、ビエハタとナンバーアンダーライン愛の関係についての議論は、今後も多くのファンにとって重要なテーマであり続けるだろう。彼らのさらなる成功を願い、彼女の貢献を認め、感謝の意を示すことが求められている。 彼女とのコラボレーションによって生まれる新たな楽曲やパフォーマンスが多くのファンにとってどれほど大きな意味を持つかを理解し、その重要性を認識することが必要である。